半分の部屋というのはね、初めてジョンとヨーコがね、一緒にやったものなの。っていうのはね、半分の部屋でもって、こういうのするのよって、ジョンに言ったんですよね。少しお金出してくれって言って、その時は、私はまだすごく貧乏だったし、ジョンにお金を出してもらうのために来たんですよ。だからそれ面白い部屋だから、それやったらいいけどね。じゃあ、片っぽ、その半分の片っぽはどうするんだって言うから、片っぽはそのままだって言ったらね。